はい。7回目のプレイになりますね。ウィザードリー外伝5つの試練、トラベラーズプロパティ。攻略情報を見ました。ウィザードリー攻略ウィキからですね、お店からダイヤモンドを買えばいいというのがわかりましたんで、こちらですね。あれ？買った。買いましたね。クリックしちゃったよ。何？まずここに売ってるのは何だって話なんだ。ダイナマイト。1万5000ゴールドのダイナマイトを、お店屋さんで買うと。ボルダック商店じゃなくて で、買うんだっていうことですね。このダイナマイトを2階の行き止まりのところに仕掛けるといいらしい。これは盲点でしたね。ちょっといいっすかっていう。そうか、ダンジョンで完結しないんだっていうのでね。これはどうなんてちょっと思いましたね。まあでも、そのね、ちゃんと調べない僕が悪いっていうのもあるし、まさかお店に売ってると思わないっていうさ。それはでも、いろんなゲームがあるからさ。昔のゲームなんてほんとヒントがないからさ。だからこれ、そのダイナマイトを買うヒントが、調べたんですよ。こんな謎でいいの？と思って。んで、調べたら、ないらしい。だから、自力で、ほら、ここに、商品が並んでる中に、やたら高いダイナマイトが、その他の商品のところの2ページ目にありますよ。それを調べないあなたが悪いですよっていうさ。こういう風な解き方もありますよ、なんつってさ。あるのがね、うわーと思って。なんか昔懐かしいとも思いつつさ、畜生とも思いつつさ、攻略見てしまったっていうのもあるし。これはすごいですね。まあ、それに追随して、まあちょっと余計なものも見てしまったっていうのもあるんだけど、まあ、今後また攻略に頼らずにやっていければいいかなと思います。まさかこんなところにあるとは。まあでも、なんだろうね。僕は、持ってんだね。いいですね。あと、よいしょ。大丈夫だね。ファイアポイへのグラフィックを変えたりとか、SE の音楽を変えたりとかしました。というわけで、2階に行ってこようかなと思います。参っちゃったよ。まさか、そんなものであろうとは、っていうね。よいしょ。いやー、悔しい。だけど、なんだろう、僕は毒にかかった仲間の状態がわからないままプレイしてたりとか、まあ、かなりの頻度で抜けがあるプレイをしてるので、人様のことは言えない。じゃあ、行きますよ。激しい落盤があったためか、目の前の通路を大きな岩が塞いでいる。それなりの道具さえあれば、岩を取り除くことができるだろう。で、これでダイナマイトを持ってるから、メッセージが変わるのかな？君たちは岩の一部に手頃な穴を作り、そこにダイナマイトを設置した。導火線に火をつけて、安全な場所まで一目散に駆け出す。ちょうど近くの角を曲がったあたりに滑り込み、伏せて待機していると、ズドドーン。ああ、揺れた。画面が揺れている。大きな音とともに爆風が駆け抜けた。これでいけるんだよね。はいはいはい。ねえ、まさかですよ。いや、まさかお店に売ってるとはっていうのでさ、で、まあ調べた余計なものっつうのがさ、ダイナマイト、何？以前この辺りで激しい戦闘があったのか、部屋に入ってみると、その悲惨な状況がありありと確認できた。あまりの悪臭に吐き気を覚えながらも、辺りを調べていると、ちょうど君たちの横にあった死体が動き、いきなり襲いかかってきた。そうなの？グールかな。違うな。初めて見るやつだな。
でさ、その余計なことっていうのがさ、このヒントがさないから、そのこの旅人の証明じゃなくて、このストーリーのゲームは不親切だっていうので怒ってる記事を見たりとかしたんですよね。確かにとは思ったんですよ。そら、不親切だよと。だからちょっと考えちゃうね。あららら、ら、よしかった。ね、これ別になんか拾うわけでもない、固定的かなんかかな。部屋の奥にある机の脇に鍵棚があり、そこにはいくつかの鍵束がかけてあった。どの鍵束もおそらくは同じものだろう。アイテムを手に入れた。誰がアイテムって、あったあったあった。あで、鑑定してないのね。はい、わかりました。だからなんだろうな、みんなが怒っててあんまりこのシナリオ良くないよっていう評判を見てしまったんだね。だからちょっと僕は喜んで遊んでる点もあるんですけど、やっぱってこれはこのあ、そうそう、だから、このストーリーは、トラベラーズプロパティは最初に遊ぶゲームではないのに、一番最初に選択されるようになってるストーリーなので、なんかもっと簡単な話もあるらしいの。この5つの試練の中の残り4つのストーリーが。これじゃねえんじゃねえかっていうのを見てしまいましてね。見ちゃったなと思って。鍵の鑑定は0ゴールド。はい。いやエレベーターの鍵来ましたよ。来ましたよ。誰に渡そうかな。まあ、とりあえずこのまま持っててもらってもいいかな。やっと話が進む。いやー、もう本当に。まあ、ちょっと思う部分もありますね。ただ、気づけばいいのが、やっぱね、そういうことですよ。で、説明しすぎない良さというのがあります。あ、こっちじゃない。癖でこっち来た。これでエレベーターが動くんだね。ヘルメット被ってないと罰金取られるんだね。これで、あー、開いた。あっさり開いた。壁には6つのボタンがある。1階、2階、遺跡入口、2階、地下庭園、原始の回路。なるほど。とりあえず、順々に行くか。というわけで、多分一気にお話が進むと思うんですよ。まあ、なるべく余計な攻略情報は見ないように。どういうことだ？ロックされてる。まあ、進んだので、あまり文句も、言わず、やりましょう。どういうことだ？まだ、そうなんだ。エレベーターがあって、鍵がかかってて、じゃあ、ほぼ一方通行みたいなもんなんだね。で、そう、余計な情報っつうのはさ、あともう一個あってさ、このマップの左上にボスがいるらしいっつうのも見ちゃったんだよね。いやー、だから、あれですよ。もうね、一個何かその秘密をさ、知ろうとしてさ、なんか調べたりとかして、余計なのも覚えちゃうのもどうかなってやっぱ、思いますね。やっちゃったなと思いました。だから多分この辺に、あれ？鉄格子が見つかった。ボスがいらっしゃるんじゃないんですかっていうね。よし。まあでもちょっと悔しいね。
自分で気がつきたかったけど、これはちょっと僕という人間には無理かもしれないなと思いましたね。残念。うん、よし、開けよう。あれ？あれ？エレベーターで2階に来ても、あ、ボス部屋があるっていうのだけ分かったので、その行き方はやっぱ分かってないんだな。よいしょ。マップ。どうなってんの？鉄格子があって行かれなくて、鍵があって行かれなくて、あ、そっか。だから僕は、ここか。ここだ。ここがエレベーターだとばっかり思ってたんだね。だけど、本当のエレベーターはここで、ああ、そっかそっか。だから、ここが開か、ここも開かないんだよね。開かないんだっけ？ああ、じゃあ別に2階は行かれないんだ。行かれないのかな？本当に行かれないのかな？まあよくわからんけど。もう、まあもうちょっと探索しましょう。ああ、そっか、そっか、そっか。まだ、ここ、エレベーター降りたところから、行ってないところもあるから、そこまで行って、だから、あれだよね、東から西に抜けるパターンもあるんだもんね。ほら、この探索不足というかさ、注意力散漫なところがさ、僕はこのゲームクリアできるんだろうかと。まあまあ、クリアしますけどね。まいったなと思いますね。よしと、とりあえずまだ戻る必要はないから、呪文かけとこうか。プロテクションと、コンジュレーションで誰を呼び出したのかな。ブリーブ、もうブリーブ確定なんだね。よしで、あ、でこれがエレベーターで、こっちに抜ければなんかあるでしょ。うん、まあ2階の敵はね、戦わなくても大丈夫なぐらいに強くはなってるので。ん？何か気配を感じた。はい、じゃあ調べます。いやー、いいね。よし、いやー、すごいな。気配感じて正面しか調べなかったあたりとか結構舐めてると思いますよ。毒パキ、ん？はい、何者かが現れた。じゃあ隠し扉が多いのか。そんな感じか。OK。いやー、一個、爆弾。開けない。お、また気配を感じましたよ。そういうことだよね。お分かりいたしました。多分これで、マップ的に左上に行ってんだろう。罠はない。え、鍵がここ、あれ？鍵がここっていう。鍵。いやいや、もっとサクサク進むかと思ったら、意外にそうでもない。鍵、ウィザードアイ。あ、おやおや、おやおや、抜けてないですね。鍵が必要だと。そうですか。
まあまあ、隠し扉が見つかったので、よしでしょう。よいしょ。じゃあ、あとここを探せばいいんだな。いやー、ダイナマイト気づきたかったな。多分、どっかの段階で見てんだよね、僕はね。ダイナマイトをね。だから、注意力3万ですよね、やっぱり、ね。あれ？あれ？あの、呪文。あれ？じゃあもうこれで行けるところは全部見たの？ああ、行けるとこ行った感じなんだな。あと行き止まりでしょ？鍵がかかってるとか、鉄格子とか。ありゃ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 。ありゃ。本当？あれじゃあ2階でなんかできるわけではない。あははは、敵が出ますね。ないの。OK。ほい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 。反対側でロックされてる。鍵穴がない。だからどっかから行くしかないんだけど、隠し扉を見つけてない感じなのかな？もしかして。まあわかんないけど、これでじゃあエレベーターで。はあ、エレベーターこういう風に上にも下にも穴があるようにできてんだ。なるほどね。よいしょ。でもこれエレベーターの乗り口は北向きで固定か。よし、じゃあ3階行ってみよう。よーし。うん、エレベーター室があって抜けて、正面に何かある。この辺りは通路が大きく崩れていて、どうやら先に進むことはできそうにない。戻されてしまった。あー、はっはっはい。わかった。うん。だから、それの先に来たんだね。あとは、シュートとかがなければ、これは、わかるだろう。扉の反対側でロックされている。なんだ、なんかを感じたぞ。よし。調査。じゃあ、この右側、調査。よーし、いいぞ。いいぞ、っつって、入らないっていうね。ああ、ちょっと待って、複雑そう。待って。はい。あれ ?1 ターンで倒せない。これは、魔法使った方が良かったね。から18、4から24だからやっぱメガファイヤーになる。OK。これは失礼した。電撃。よいしょ。いやー、気づかなかったなーという反省しきりでございます。鍵がかかっている。これはそのままでいいんじゃない？よし、いいね。何にもないな。なんか広いな。3階こんな広いの？あ、そっか、先生こう。なんか広いな。はいはいはい。まあ3階の敵は敵ではないので
いんだけど、あ、思ったより広いわ。鍵がかかっている。あれ、いろんなとこ行けない。あ、カン抜きだ。よかった。よいしょ。うん、これで抜いて、え、思ってる場所と違う。これワープがあるからな、わかんねえんだよな。ワープどうだろう。ワープの可能性は少ないかな。どこ今、あれ戻ってきてるね。どこを開けてきたんだ。どっから来たんだ。どっから来たんだこれ。あ、あの丸がついてるとこかな。そこのカヌキを開けたっぽい。オッケー。だから中央の部屋行って西の小部屋、はい、マップの丸ついてるところね。そこの鍵を開けて裏から来たのね。はい、わかりました。わかりましたけど、なかなか だからここのこの部屋のここが開いてってことだよね。あ、で鍵がかかってる。結構広いな。広くて何もないな。どうしようかな。おお、結構出るね、敵がね。まあ敵ではないんですけどね、強くなっちゃったからね。あれ、これで全部いったかな。これどうせ大きな穴だろ。戻されちゃうね。ここも戻されちゃうね。で、行けっとこなんかそうそうないんだな。油断させといて次 5階とかに行くと強い敵が出るんだろうね。じゃあとりあえずいっか。はい、3階はでもちょっと鍵なんだね。じゃあメモしましょう。2階と3階はまだ探索しなきゃいけないんだよっていうので、いけないところがある。鍵、一応鍵だけど、鍵持ってないといけないのかな。3階まで行ったね。じゃあ次4階。リューマピックがないので、ああ、なるほど、こういう感じか。ああ、4階ワープポイントなんだよな。もう見ちゃえよ。地図とか見ちゃえよってね。あ、そうだ。魔法が使えるかどうか確認してなかった。そういうとこだぞ。
魔法が使えるかどうかをちゃんとさ、まあちょっと使うけどさ、そう、その確認ができないから僕はダイナマイトが見つからないんだぞ。うん、ああ、一人残っちゃったね、はい。とりあえず魔法使いましたね。よかった。ああ、今、右を押そうとして間違ったね。斜め上の E キーを押してしまった。お、スイッチだ。なんか。スイッチを押した。ってことは多分、鉄格子が開いてる。あ、ああ、いいね。ちょっと待ってね。よし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 。カンヌキを外すと、これでマップが通じるんだな。で、外してまっすぐ行くと多分、スイッチを押してるはずだから。え？こっち？あれ？違った。あ、先制攻撃か。じゃあしょうか。もう魔法使えない場所だろう、多分。で、僕は今、南を向いてんだろ？なかなかに慣れてきてると思いますけど。これで魔法使えてたら嫌だな。はい。ちょっとミュートにします。そうだね。4階のあっこが開かないんだね。ほんで、行くためには？あーは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 いはいはい。ああ、ちょっと待って、メンマ JC のマップ、おい。おー、マッパ頼むぜ、おい。ちょっと待ってね、今。画像ファイルでメンマさんを呼び出すから。おい、来た。画像ファイルで、これだね。これを合わせればいいんだね。なんか、ぴったり来るところに置けないな。
まあ別画面に置きますけど。これでいいんじゃないですか？大丈夫じゃない？ぐるっと回ってこなきゃいけないのか。ちょっと、どうしよう、どうしよう。5階に降りて、まずちょっと威力偵察をしたいんだけど。まあ、いっか、いっか。うん、この辺が一つのゲーム機じゃなくて、パソコンで遊んでる強みでもあるよなぁとは思いますけど。うん、OK。OK だけどさ。大丈夫？体力、毒もないね。一回ここで抜けて、で、この後、こう行って、こう行って、こう行って、で、ここ魔法通じないとこだよね。で、マーフィー先生で、あ、マーフィーじゃない、メジャー先生で、んで、どっから行けばいいんだ。あ、そっか。一回ここを通らないとダメなのか。はい。バカボンドウォーリアー、有効的。倒してしまいなさい。宝箱を奪ってしまいなさい。マグネット。はい。コテを手、あ、コテだ。いいコテだといいね。前回から言ってるけど、そろそろ、あれが欲しいな。こっちじゃない。ビショップが、まあ、いたわ、逃げる。よし。よし。甘い板なんか戦ってられませんよ。戦う。いける？まあね、魔法使える場所と使えない場所は、スペルブラスター開けませんよ。ちょっと今は目的が違うし、別に4階の宝箱無理やり開けるつもりはないし。ん？なんで十字路に来てんだ？そうだよね。これで戻ってきてるから。これを曲がって、こっちか。はい。暗い人影。よし。こっちか。で、こうして、こうして、これで、よしよし、開いてる開いてる。よし。これはなんだ。ワープさせられるの嫌なので、周りから埋めて。ほい、なんだ。壁に描かれた絵には、光る門のようなものを開く人々の姿が描かれている。絵をよく見ると、人物の足音の部分が若干剥がれ、そこから金属のようなものが露出しているのに気づいた。鍵か？お、ちょっとアイテムを手に入れた。待ってよ。なんだよ、アイテム？誰が持ってんの？鎧。あれ？どれだ？何を手に入れた？あ、奇妙なアイテム。はい、これだ。はーい、わかりました。奇妙なアイテム。これがな、ビショップいたら今ここで鑑定ができるのにな、なんだけど。オッケー。じゃあ、これで、また歩いて戻るの？これ一回、3階に上がってから、では、行かれないのかな？ここから歩いて戻ろうとすると大変だと思うので、1階、3階に上がった方が楽じゃない？エレベーターに繋がっていくかどうかわかんないけど。3階に上がって、
ああ、はいはいはい。勘違いして。ここ。あれ違う。あれあれあれ一回戻るか。戻って、アイテム鑑定して、ね、コテとかを調べて戻るか。まあ、4階まで来たし、行けるところは全部行ったし、いいかな。まいったな。うわ、爆弾だ。まあ、一回戻ろう。エレベーターの3階の方が楽なんじゃねえかって言って、全然楽じゃない。そして迷った。まあ、いっか。魔法唱えれば、帰るんだから別に、もういいだろう。なんでこっち来ちゃったのかな。丸印のあるところ、ああ、でも結局そこで行ってもエレベーターまで遠いのか。うん、せっかくエレベーター開放したのに。まあでも、いいでしょう。戻る。奇妙なアイテムを手に入れたので、このまま、帰ります。帰ります。こっちの方はもう慣れた道ですからね。確実に帰りましょう。よし。よし。まあでも話が進んだからだいぶいいでしょう。このまんまガリガリやるぞ。ブッシュワーカーだ。お懐かしゅう。お懐かしゅうございます。さて、じゃあ、そうね。キャンプ、回復。オッケーかな。で、なんだっけ、みかん製品を集めればいいんだな。だから、メンマさんに不確定アイテムを集めて、で、不確定アイテムを集めて、あれ？まだ余計なもん持ってんの？ああ、エレベーターの鍵と、霊石があって、あとは、あれだね、マジシャンと盗賊にアイテムが集まってるね。よし、これで行こう。ほい、戻る。なんかいいものがあるといいですね。鑑定してください。お金を集めて、いくらあるの ?6000! うわ、全然稼げないんだな。奇妙なアイテムが3000。そんなに？何？融和のアンクレット。はい。コテ。銅のコテ。いやー、いいですね。融和のアンクレット。はい。アイテム的に、なんだろうね。あー、メッセージか。あー、メッセージメモっとけばよかった。しょうがない。後で動画見直して、後でメモしとこう。ああ、ダメだな。だから攻略に頼ると、ちょっとこう雑になるんだよね。自分でもそれが嫌なので。あと、わかんないままプレイするのがやっぱ楽しいのでね。あんま調べたくないんだよね。なんだ、生蔵。あんまいいやつではなかったね。よし、売ってしまおう。ぽい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 。で、メンマさんも売ってしまおう。あれ？これ売れるの？あ、売れるんだ。アンクレット3000で売れてしまうな。こって300？あ、でも、うん、固定は装備した方がいいんだよね。そうだね。じゃあ、一回宿で休んで。忘れないうちに休んで。
じゃあ酒場でちょっと装備を取り出しましょう。アイテムを渡す。アンクレット。うん、じゃあ固定。これで。アンクレット誰にも出せよ。キーアイテムっぽいんだよな。いっか。前線に持たして。石がかりはもう僧侶でいいや。これで、こって、装備。OK。これで防御力が並んだんだね。いいね。SP は解放しません。素早さが上がって壊れちゃうんでしょ？だから、いらないのは、すごいな、もう装備欄だけで6個埋まっちゃうんだね。でも昔に比べたら、ちょっと持てる装備上がってんのか。昔8個だったよね。さて、ユーアのアンクレットは取ったけど、取りましたけど、使い道がわかんない。で、なんか扉にどうのこうのってなってるから、そういうことなんでしょう。じゃあもう一回行きますか。迷宮に入る。あ、今日楽しいな、でも。進めてるから。キャラクター。呪文。どれだ？ライト。で、プロテクションってずっとでしょ？うん。よし。じゃあ、この二つで、戻って。メンマさんが、ここで呼び出してもらうと思うんだよな。これ一定時間じゃないの？ずっとなの？とか、細かいところ何にもわかんない。お、ゴーレムだ！はぁ、初めてゴーレムを召喚したぞ。役に立つといいですね。骸骨よりは役に立つかな。よーし、エレベーターだ。入って。で、4階まで行ったから、5階だ。来ましたよ。ついに5階を探索します。あれ？ちょっと待って。これ6階までしかないの？さあ、ここからですよ。あ、6階で終わりなんだ。お、左手の法則を使ってますね。初めての5階。お、なんだ、クワック。これあれだろ？ウィザードリー5で、アヒルくれるやつだろ？でも、それに似て非なるものですからね。一回様子見でただ戦ってみようか。あれ？強い。やっと一人死んだ。二人。あ、一応倒したけど、あれ？強いぞ。さあ、5階初めての宝箱。開けますよ。なんで調べるんだって。罠を解除。よし、何かな？剣。さあ、5階の宝箱は、期待値はどうですかね。お、クリーピングコインだ。これは普通に弱いのかな。死んだ、死んだ。あー、ゼロブレスだ。あー、ゼロブレス。
あ、クリーピンコイン、いいね。いいねっていうか、なんでここに出るんだろう。もっと上の階層だろ、お前は。クリーピングコインは靴とポーションを持っていった。お、なんかある。うわー、おい。円形の台座の上に可愛らしい馬の乗り物や、綺麗な装飾のゴンドラが数台置いてある。その奥にはアヒルの形のおもちゃや象の形の滑り台があった。いて、いて、いて、見つからない。見えてんのに進めない。なんだこれ。見えてんのに進めないよ。なんだこれ。え、なんで見えてんのに進めない。お、ステラフライ。フェアリーだね。これは。呪文。誤解の敵だろ。ちょっとギガファイヤーで様子を見よう。23で死んだ。あ、ちょうどいいな。ギガファイヤー一発でいけるね。うん、これはいいね。ちょっと呪文、やめなさい。あ、戻ってきてるね。うん、じゃあよかったんだね。じゃあ今度右の扉に入って調べていきますか。見えない壁がどっかにあったんだよな。どこなんだ。うん、はい。お、なんだ。パウダーフィッシュ。ああ、毛がある魚、鮭だね。これは殴っていける?舐めてるね。麻痺、毒。はあ、なるほど。麻痺だけでも、解除したいですね。これかな?はい、やっと泣いちゃった。毒針。靴、キャンプ。あれ?あ、麻痺ね。あ、これ睡眠だ。あ、あれ?あれ、麻痺取るやつないのか。着付け役で聞くでしょ。これはよし、聞いた聞いた。順番を直して、あ、毒も毒か。キュアポ、そうか、あれ特殊攻撃してくるのか。OK かね。ん?部屋には何かが焼け焦げたような感じの、むせ返る悪臭が充満していた。すごい漢字使ってんな。
目の前にその匂いを発しているものと思われる物体があり、それは今も炎を上げて燃え続けている。その炎の明かりに照らされて地面にある無数の死体や壁にこびりついた、血しぶきや何ほこりのようなものが映し出されている。何媒体の媒。うん、なんかキーンって言ったよ。君たちがそれらを眺めていると物陰から数人の兵士が現れ、一斉に君たちに襲いかかってきた。いきなりかい。イベント戦か。鎧を着た男5。ああ、しまった。鑑定するやつかけとけばよかった。今からでもかけられるかな。とりあえず、戦士から戦っていこう。んで、呪文。どれだっけ。なんとかネーム。あれは戦闘中には唱えられないのかな。そうっぽいね。です。モンスターに死を与える。いや、ここはでもやっぱり、あれだろう。防御力上げるやつだろう。プロテクションの、何しようとしたんだっけ。いいか、普通に攻撃で。あ、よし。あ、これ、あっさりだ。あー、強いな。強くなりすぎちゃったな。3000。ありがとうございます。何これ。部屋の奥には先ほどの兵士たちのものであろうか、複数の荷物袋が置いてあった。袋は軍用でどれもしっかりとした作りだ。何を手に入れたんだろうな。アイテムを手に入れただから、アイテムなんだろうなぁとは思うんですけど、これはメガファイヤーで大丈夫。一回出てからキャンプで調べよう。なんだ。何を取ったの？アイテム。あ、石だ。バッカス先生は石を取ったね。石はもう、あの子に渡しちゃおう。はい。あ、石ね。そう、あと気になってんのは僕今、まあ無音でプレイしてんだけど、今のボスキャラ扱いでしょ？ってことは、ボスキャラ専用の音楽とかがもしかしてあったんじゃないかっていう。それが、ちょっと心残りですね。うん。でもまあ5回戦えそうですね。状態異常系が多いけど。いけそうな感じがする。ワープの、どこにあったかわかんねえからな。全然うろうろしてても怖くない。ね、わら人形。おわら人形。変な敵が出るんだな。なるほどね。あて。戻ってきちゃったね。だから、マップ。ああ、楽しい。楽しいですね。だから、石がここにあったので、印でつける。あれ？ 5 階じゃ、行けるところそんなないのか。なんか見えない壁でいてってなってるところが気になるぐらいで、あ、メモしてないと忘れるから。はい。5階。あと4階に、融和のアンクレット。
で、5階に、石と、あと、見えない壁か。はい。OK。いやー、ダイナマイト。本当にあのダイナマイトの謎がずーっと引っかかってますけどね。あとは特に、うん、難しいところもないし、今のレベル12かな ?14 ぐらいまで上がったんだっけ?レベル12まで上がってれば、やっぱ敵ではないんだってことだね。うん、戦闘も楽だし。あと忍者がいないっていうのが、結構楽なんだな。あとこっちに、ちょっと、あれ?ちょっと今、ドアを開けたような、あ、これ見えない壁があるのか、5階は。これ見えてんだけど、ドスって音が鳴ってるから、そういうことっけ。あ、鍵がかかってる。ありゃ。あ、ダークゾーンだ。ダークゾーンに入ると、効果が失われるから、うん、わかった。だから、西側にダークゾーンと覚えとけばいいね。よし、うん。気になるな、これ。よし、OK。よし、じゃあ、ここはこの辺にして、次。これだ、6階だ。原始の回廊。はぁ?原始の回廊。はい。これはやばいですよ。今一生懸命南に向かってます。南。これで永久ループだったら、あれ?これ永久っぽいな。あ、永久だ!そしてどういう風に永久なのかが分かってない。ちょっと待ってね。マップ。ん?あー、ワープしてる。しかも帰れないぞこれ。ワープしてんな。僕はまっすぐ南に向かって南の壁に当たるように歩こうとしたんですよ。あー、やばい、帰れない。帰れる?帰、だから歩いてる最中に。どっかでワープしてるから、とりあえずここがワープポイントなんだよな。だからな。だからまた T1 で、ここでワープしてんだ。で、それがどこにワープしてるのかを、見ないといけないんだね。参ったなぁ、参ったなぁ、これは。これは参りましたよ。だから、あれ?配置して。よし。これで、どこでワープしてんのかは、次一歩前に進めば、どこに行くかわかんだね。ああ、しよ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 し。まあ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 。なら、ここを、一歩進むと、ほんとこれ、僕の目が悪いのかな?ワープしたのがわからないんですよね。あ、ちゃ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 。わぁ、やばいな。そして、6階とか本当は立ち寄らなくて、いい可能性。ああ、はい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 。来ましたよ。ここでワープして、ここについて、
このワープがだから T2 としとけばいいかな。 T2 のワープがここにあって、で、T1 のワープがさ、ここでワープしてんでしょ。わかりづらいね。で、ここに入るとどこにワープするかだよね、今度ね。だから、ここが新しいワープのとこで、ここに入るとどこに行くのか。6階でしょ。ああ、で、この6階構想の、ちょっと待って。ああ、そうだ、ここ全10階のフロアなんだな。だから、エレベーターが直通で下まで行っていない。これは、やらしいですね。やらしいですね。まあまあ、ウィザードリーはこれですからね。ワープがいっぱいあるんだね。じゃあ、とりあえず、ちょっとずつ確認していくしかないよね。じゃあ次は T3 と示したところに行って、これでさ、変わってねえんだよ。それが困るんだよ。これは戻んなきゃダメだな。キャラクターを調べる。まあ楽しいですね。楽しいと時間を経つのが忘れてしまうけど。はあ、はあはあはあ、はい。ここに戻るんだ。あれ？だから。これは参ったね。そして僕はなんか間違っている気がする。チップの配置をいろいろ間違ってる気がするんだ。これがここでしょ？で、T3 で戻るんでしょ？で、今 T3 に戻ってるから、右向いて、右回りの法則でエレベーターに行けるってことでいいよね。やべえ。やべえ、これ。これ、もうデュマピックなければアウトだろう。だから9回ずつマッピングしてって感じになるんだろうな。右。で、これで戻る。ね。戻るね。ほんで、マップ忘れた。とにかく突っ込んだら死んじゃうんだよな。あ、こんな呪文がいくつあったんだ、足りないぞ。怖えな。え？ちょっと待てよ。あと何回呪文唱えられるの？ 3 回。帰れなくなるぞ、これ。呪文。ああ、ワープしてる。ワープしてる。どこでワープした？ここだよな、多分な。ここでワープしてるから。どこでワープしたんだ？いや、でも、ここは絶対ルートは間違ってないから、やっぱここだよな。絶対っていうのないからな。僕に絶対はないからな。ここが T4。
やばいな。もうこれ以上はわからん。わからん。まさかと思ったけど、ここもワープするんだ。なんかでも一回攻略情報見てから、お前攻略知ってんじゃねえのかって思われんのが嫌でな。あれ間違った。ああ、間違ってない。よし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 。一回戻ろうかな。戻ろう。なんかこのドアがな、見えないドア怖い。そっか、5階はちょうどいいところにないんだね。じゃあこれエレベーターで6階まで降りて、あ、エレベーターで1階に戻ってきた。あー、初めて戻ってきた。そっからまた階段で10階までっていう構造なんですかね。じゃあ1階、商店で、別で普通の剣くそだね。融和のアンクレット3000ゴールドっつうのかな。識別、他に集めて、ただの靴、アヒルが持ってる靴だからな、そらそっか。識別できない。石。これで、金の霊石と金の霊石が手に入ったんだよね。で、あとは、ポーション。ポーションなんか識別してもしょうがないだろう。え、ちょっと、待って。今、やたら高くなかった？ 2500 ポーション？なんだ？2500 ポーションってなんだよ。2個で2500でしょ？何？特効薬。特効薬って何ですか？効果が何も書かれてない。調べるか。特効薬調べますよ。特効薬って何ですか？これぐらいは調べたっていいだろう。ウィザードリー、特効薬。特効薬僕初めてですね。昔からあったんだっけ？あった。アイテム。アイテムなんか、これ。剣、立って、こって、これか。これ巻物。薬品。あったあった。特効薬。キュアオール。マディ。じゃあこれ戦士に持たせよう。すげえ、僧侶がマディを覚える前に特効薬っていうのを手に入れた。あ、エリクサー扱いだから、全部のあれを回復して、マディも唱えられると。じゃあこれ僧侶いらねえんじゃねえかな。まあまあ、縛りプレイとかね、まあ、僧侶をこう、縛ってプレイする人には、これがあればってやつだよね。僕何にも覚えてないんだよな。なんでDRコードの麻痺直すやつが僕分かってねえんだろうとか思ってるので。まあ、OK です。特効薬ね。ありがとう。じゃあ、戻ろう。これは売らずに、あれしましょう。だから、今どれくらい経ったの？時間的に。まだ1時間。じゃあ、あと1回、6階のとこ行ってみようかな。
でも5回6回とか行かなくていい場所、行かなくていい場所かもしらんけど、いやでも6階でエレベーターが止まってるからな。なぜこうシナリオ1を踏襲してるんだったら8階までエレベーターが通じてないんだっていう。通じてたらもうビビって8階行かないぞっていうさ。9階か。直通じゃねえんだ。まあ、イベント的にエレベーターの、その、地下7階より下に下るエレベーターの装置をどっかで起動させるイベントがあってもいいんだろうけどね。5階が見えない壁でやばいと。石があって、ああ、しまった。帰る寸前に5階に立ち寄って、デュマピックでマップ見とけばよかったな。どうせいいだろうと思って。次からちょっとマッピングも込みでやりますか。まあ、6階かな。5階は後でいいや。6階に何回か足を運んで、それで戦いながら、自分のこう威力偵察ですよね。武器とか装備がこれでいいのかっていうことも含めて、ちょっとうろうろしていこう。今日はレベル上がるまで頑張ろうかな。そしたら、これで石が2個手に入って、で、融和のアンクレットを手に入れて、で、まあダイナマイトを攻略ウィキに頼って、ああ原子の回廊ね。そりゃいいんだけどさ、エアーエレメンタル、おおすごい強いのが来た。いやエラメンタル読んでるよ。だから、これどういう風にマッピングすりゃいいかな。まあ、デュマピックでマップが出るから、マップの起点がわかるのはありがてんだけど。ごとのこれビッドだってワープした感じがわかんないわけでしょ。今矢印がたくさんあるマップで簡易マップを書きましたけど、お見せしたいこのクオリティを。ここまではだからいいんだよ。ここまでは多分メンマさんのワープポイントを踏んでない感じですよ。もう一歩先行けんのか。ここから先だよな。この先行ったらやばいかもですし。行ってわかんねえな、そういうの。これ、デュマピック足んねえんじゃねえか。よし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 。よしよし。ここまでは大丈夫だ。だから、一回行って、これがエレベーターで、こう行って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 、今、こうだね。二歩ぐらい進んで、デュマピックぐらいしないと、どこで、これどこでワープしたのかが、感覚的に、わかんない。お、いけそう。あれ？これは？ん？あれ？戻ってきた。ちょっと、待てよ。マップ、
法則性が分かればいいのかな。ワープしちゃうんだね。ここがワープで、どこにワープしてきたんだ？とりあえずここもワープだと。ワープだな。で、こっち側から来たんだろう？ここか。ああ、なんとなく分かってきたぞ。これは、うん。T4。ここのワープが、ここに来るんだ。あ、T4 もう配置してた。ごめんごめん。次は Z だ。Z1 で。これが、ここに来るんだ。うん。で、迷ったように思わして、え？本当？こっちじゃないんじゃない？一回ぐるっと忘れた。だからもう一回踏んでどこにワープするか確認した方がこれは確実だな。これ一回消して。さっきと同じとこもう一回行けばいいんだよね。んで、ここまでよしで、ああ、なんか出てきた。旗本。ああ、来たなー。旗本。ああ、はいはいはい。ああ、なるほど。あ、ん？ゴーレム？違うな。エアーエレメンタルがブレス入ってんだな。あれ、旗本そんなに経験値くれない。ほんで、ここ入るとワープするので、へぇ、めんどくせぇ。これで、ウィザードワイで、ああ、じゃあ合ってんだ。Z1 ここら。これはワープしたとこがちゃんと、わからないようになってんだな。なるほどね。だから、ここに Z1 って入れといた方がいいんだよな。あ、違う。これ、だからワープをさ、T1 のワープが、あ、T1 のワープどこにも書いてないよ。あー、これはそういうことなんだ。T でワープしたやつを Z で着地しますよっていうことだな、これな。え、これ、ちゃんと大丈夫なの？これなんか、あらら。だから、T1 でワープしたやつが、Z1 に行くんだけど、T1 のワープがここに入ってるから、だから、T1 が Z1 で、ここにワープするんだよな。で、で、T2 の、途中で方向性変えると4回のワープもわかんなくなるぞ。TZ で T2 のワープが、Z2 のワープになるから、こうだな。こうつながってんで T3 に行くと Z3 に行くってことでいいんだよね。これが Z3 で。
で、T4 を踏むと、こっちに行くと。まあ、ドアがないから、あれだな、宝箱とか取れないのちょっと辛いな。で、T4 踏んで、Z4 で、これで迷子にならないんじゃないか。で、Z4 をここに。ああ、うん。色もこうだからいいですね。んで、この Z1 を、T5 にして、で、これを踏むと、ここにワープするってことでいいんだよね。だから、めんどくせえ。うわぁ、はぁはぁはぁ、うん。まあ、なんとなく法則性は分かったよ。だから、間違った道を行くと、ほぼほぼ戻されんだろ、これ。で、なんか、この時点で法則性とかありますか？まあ、まあ、ないのかもしれないな。だから、こう斜めに下っていく感じで今度やっていけばいいか。危ねえな。あと5回。迷子になったら戻れないぞ。で、ここまではワープなし。で、こう行って、ああ、何者かが現れた。旗本。強い。弱い。あ、弱いのか。あ、戻ってきてる。どこで戻ってる？これ適当にガーって、あ、強心者。なんだ。エアエレメンタルがやっぱ強いんだな。なるほど。強心者。また戻ってきた。ああ、また戻ってきた。うん。ああ。だから、どうだ。先制攻撃。首跳ねんのかな。頭と首跳ねそうですけど。まあでも、どうだ。どうなってんの？わかんねえよ。よいしょ、もうこれ適当に歩いたらダメなんだろう。よいしょ。あ、階段だーなんつって。あれ？意外に。何これ？だから。あれ？これも、うん？何回戻されたかわかんねえけど。だから。ちょっと待って、このマップを見て。いや、でも一回飛ばされて戻ってる可能性はあるので、何回か行けば、行けるか。いや、でもこれどうなんだ。階段だーっつって。これをぐるっと回って、ここに階段があるんだな。これぐるっと回ってくるのか。ああ、だからこの方法論でさ、ああ、僕ノート持っててよかったな。縦にしたり横にしたりでき、確認できるさ。7階に行けるけど、うん、6階で降りて7階にこんな短い感じで行けるんだったら、
南角最初曲がり、ぐるっと回って、お前攻略情報見てんじゃないかって、また思われちゃう。思われちゃう。うん、おー、どうしよう。一回7階の方に行かせてください。で、何が起こるかわかんないので、そうだよね、7階は、おー、なんだ、ああ、そういう感じ？うん？どうすか？ああ、レッサーデーモン！あと忍者ですか？ああ、首跳ねられた！忍者3、レッサー2、ああ、でも魔法が怖いから、呪文、レイズテッド、呪文、ギガフリーズ、首跳ね怖え、どうせ炎とか入ってくんだろ。よし、忍者はやっつけた。よっしゃ、あー、おー、生き返った。さて、よく生き返ったね、今。いやー、7階はやっぱちょっと強いかーなー。ここでスリープを入れる。効かない、眠った、効かない、死んだ。ブレスやめて。あ、回復したね。よし、あー、よしよし。あー、怖い。怖い。一応眠るんだな。で、エレメンタルまだ生きてて、ファイヤー効く？あー、効くね。マハリト、ラハリトかな？効くね。あ、ブレス来た。あ、エアエレメンタルのブレスか。さあ、どうですか？てててててーん、てーん、てーん。電撃。電撃だったらね、と思うけど。レベル12のシーフは、7階の宝箱を開けられるのか。外した。うん、おお、すごい、経験値が5000。ああ、指輪だ。ああ、指輪来た。あ、これはいいですよ。いいですよ。ああ、いいぞ。これはもうちょっと頑張りたいぞ。6階わかんねえ。6階とりあえず無視して7階で武器揃えてた方がいい気がする。首跳ねられたんだよね。首跳ねられてるから普通に戦う分には。うわぁ、まぁ、もうマーディーくれよ。頼むよ。装備揃ってないかな、しょうがないか。とりあえず盗賊は絶対死なないように。はい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 、大部屋だ、大部屋か。
おなんだ調べるか。何？広間の中央に簡素な祭壇があり、祭壇の両脇には銀製の燭台がある。燭台のろうそくが放つかすかな光によって辺り一面が照らされ、周りの壁に彫刻されたレリーフや石柱に飾られた写実的な石像を浮かび上がらせている。ああ、なるほど。じゃあもう、ああ、なるほどね。はい。で、十字路になってるということだね。じゃあ、これはね、目の前に銅でできた頑丈な扉がある。君たちが扉を開けようとすると、扉には鍵がかかっているのか、びくともしなかった。これ、魔法ここで、まだデュマピック調べたくないんだけど、ちょっと、デュマピックがあと何本あるか。3つしかない。大部屋があって、あ、やばいぞ。次開けようとしてる扉が、もしかしてワープなんじゃねえかと思ったりとかします。鍵の K。K。まあ、アルファベット全部入れようっていうのもないけどさ、開かないのは、まあ、いっか、丸にしとこうか。気になるところ。鍵がないと開かない。で、そのまま戻って、あの扉開けたくねえな。なんか、あの一部屋だけっつうのが、なんか罠くせえんだよな。ここの扉はまだ開けない。で、戻ってきたんだよね。戻ってきたね。で、ここの扉開けたくないんだよね。おー！ウォーターエレメンタルさんだ。わー、目が怖い。お、すごい。エアーとウォーターの戦いですよ。見物ですね。25、10、30の45ぐらいかな。あー、すごい。あ、今、身代わりになってくれたね、ブレスがね。ありがとうございます。ああ、いいね。いいね。素晴らしい。怖え。何にもないね。ああ、よしよし、ワープでも何でもないね。怖い。怖い。なんだ、このちっちゃい部屋。ん？これで戻ってきて、繋がってんの？よし。固定的。これエアエレメンタルじゃないですか。そろそろ、いろいろ、こう、必要なんじゃないかな。エアだから、空気は何に弱いかな。これでいいか。25。眠る8ダメ15 15 15 8。よし、勝った。今のはエアエレメンタルだろう。さて、うースペルブラスター。うーあースペルブラスター怖えよ。二人一気に死ぬからな。鎧と指輪。やった。マイナス効果はついてないので、やばい指輪ではないよ、おいた。うわー、なんだこれ。なんだこれ。なんかある。ボスか。メッセージか。下へと降りる、縄ばしごがあります。はあ、はい。ああ、どうしよう。8階まで降りてきた。まあ、今のところ道分かってるからいいけどさ。大丈夫。もう8階まで来ちゃったよ。ワープではない。あ、ここでワープ踏んだらやばいよな。あ、無限回廊だ。戻ってこれる。どっかでワープ踏むんだな、俺は。え？あ、
これはでもターンテーブルなのか。これ何？扉には涼しげな装飾の施された看板が掲げてあり、次のように書いてあるのが読み取れた。ウォータースライダー。あ、これやめとこう。どうしよう。ウォータースライダーの場所をデュマピック開いてチェック入れとくか。これはもうすぐ戻ろう。今8階まで来てんだよね。やばいですね。楽しいですね、でもね。いや、結局ダイナマイトがやっぱ難しすぎたんだよな。ああ、もうウィザードアイがこれでないから、これどこでワープしてんだかわかんないもんね。W ってあれば、ウォータースライダーでいいんじゃないのかな？ W はないのかな？星にしとこうかな。はい。ここにウォータースライダーがあります。ちょっと一回だけ戦いたいなと思うんだけど、ここは入らずに、ワープもどこにあるかわかんないからな。うん、いいよ。あー、フロストジャイアントさて、どうしよう。チャームで魅了できるんじゃねえかなと思うんだけど。いや、どっちかっていうと、これが効けばいいよな。です。あ、でもギガヒールが使えなくなるのか。ダメだ。風ダメージ。このダメージ。これかな。スティールライフ。の。アンチマジック。これだろうな。アンチマジック。隠れる。開始。44のダメージ。アンチマジック。お、一撃でやっつけようとして外れた。一撃で？しかも高烈に攻撃してきてんの。あ、一個死んだ。一個死んだ。よし。デッドリエア、効くかな。効かない。OK。だけど何にも落とさない。1万ももらってる。やべえ、これ。あ、何？目の前に太めの排水管があり、そこには次のような看板が取り付けてある。排水口。排水口？おほほほほ。うわぁ。宝箱が欲しいなと思ったけど、フロストジャイアントがもうすでにやばいんだよね。あー、なるほど。で、鉄格子をどっかで解除して、まっすぐ行くルートがあって、それで多分9階に行くのかな？ 9 階、うわ、8階。あー、ユニーク、あれ来る海、2人。エアーはなんとかなるんだよな。それで、どうだ。よし、1個殺した。よし、殺した。ああ、すごい。5000とかもらえる。どっか降りてきてさ、アイテムを探すのに向いてる場所はないですか？
扉を開こうとすると急に強烈な違和感に襲われた。よく見ると扉には次のように書かれている。時を持て、この先は奈落。はあ、どっかに。あ、なんだこれ。急に体が軽くなり、浮かび上がるような感覚に襲われると、君たちは地上に戻っていた。ほう。はあ、はあ、戻された。いいけど、指輪の鑑定とかしましょう。そしたら。ああ、やった。やった。地下8階まで行きましたね。じゃあ、お金集めて、識別して、普通の盾で、よし。いやー、進んだ進んだ。あー、じゃあ今日ここまでにしようかな。なんかいいアイテムがね、あればよかったですけど。そこまではいけなかったな。識別。指輪。500? 何 ?500 の指輪って何だ?あー、いい宝石の指輪って今回500なんだ。特に役に立たないんでしょ?宝石の指輪なんて。よし。売っちゃおう。売っちゃおう。で、指輪、鑑定500。宝石の指輪がいっぱいあるんだな。多分な。そうか。これ5階で拾ったんだよね。8階の何かがあればよかったね。あれ?もうないの?あ、鎧があった。何かね、いいものが。2500の鎧。なんだろう。古びた鎧。侍が装備できるやつだな。これは、売っちゃえばいいか。じゃあ今日はここまでになりますかね。よし。結構8階までは行きましたけど、6階、ん ?7 階が結局なんだった ?6 階が現実なんだよね。で、だから7階前後で敵と戦ってっていうことが次回になるかな。まあ、あと、で、余力ができたら6階に戻って、その、よくわかんないワープポイントのやつを、どうにかするっていうのでいいような気がしますね。8階強いな。一応あれ、エレメンタルを召喚してたから勝てたっていうのもあるし。ああ、すごい。でも、8階に潜ると、レベルはやっぱ、ガンガン上がりそうですね。ああ、すごい。盗賊がレベル13まで、あと3万5千ポイントぐらいですか。よし。じゃあ、今日は以上になります。ありがとうございました。ゲームを終わる。終わる。終わります。てん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 てれてん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 てんてれ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 て